すぐはカルオのお暇なら映画でも。すぐはカルオの新作映画レビュー。ということで、もう遅きに失した感じはありますけれども、見てまいりましたパラサイト半地下の家族ですね。まあアカデミー賞、作品賞、監督賞、脚本賞ですか、取ったということで、こんな時期なのにもかかわらず、もうだいぶね、公開してからだいぶ経ってるにもかかわらず、結構お客さんはいましたね。やっぱアカデミー賞の力は強えなというふうに思うわけなんですけれども、まあでもアカデミー賞、作品賞取ったわけですけど、韓国初、しかも外国語映画初ということで、すごいわけですけれども、この実績は。ただちょっとかわいそうだなっていう感じがないですか？パラサイト、この時期にアカデミー賞を取ったっていうのがちょっとかわいそうかなっていう感じがしますよね。アカデミー賞ってもうここ何年も10年以上、十数年、数十年、あまり面白くない作品が撮るっていう感じがあるじゃないですか、実際のところで。さらにここ数年はこの、なんていうんですか、白人ばっかり賞を取っているとか、黒人の受賞者が一人もいないなんておかしいとか、そういう声がものすごく出始めて、でね、白人ばっかになった次の年は黒人ばっかが受賞したりとか、そういうこともあったりとか、いわゆるセクハラ問題があったりとか、ね、社会派の問題を取り扱っている方がいいとか、そういういろんな余計な要素がアカデミー賞に入ってきて、今ってそれが爆発している時期だと思うんですよね。で、アカデミー賞発表前にですね、あのスティーブン・キング御体がですね、自分のフェイスブックに、私は人種とか性別とかそういったあらゆるものを選考の要素にはしないって言ったんですよね。スティーブン・キングは、アカデミー会員で票を持ってますから、フェイスブックにそういうことを書いたんですよ。私は作品のクオリティのみで自分の票を投ずるっていうふうにフェイスブックに書いたら、そのフェイスブックが大炎上したんですよね。どう大炎上したかっていうと、作品のクオリティだけで賞を決めるんじゃないっていう炎上の仕方をしたんですよ。つまり作品の出来だけでアカデミー賞ってのは決められるんじゃなくて、例えば黒人が出ているとか、アジア人が出ているとか、ヒスパニックが出ているとか、そういった白人以外が出ているという要素とか、女性が活躍しているとか、まあ、性的マイノリティを大きな問題として扱っているとか、社会的弱者をフューチャーしているとか、そういった要素が ある映画には加点しろっていう風に抗議が来たんですよね。作品のクオリティだけで決めたら白人が取ってしまうかもしれないから、そうじゃない部分を描いている作品には加点をしなさいっていう抗議が来たんですよ。もうバンバン来たんです、いっぱい。一部のおかしな人っていうよりもものすごくいっぱい来たんですね、そういうバッシングが。有名人からも結構来てたっぽいです。スティーブン・キングは私はすごく尊敬してるけど、こんなこと言うなんて残念だわとか、そういったのが結構名前が大きい人も、そういうコメント出したりとかしていたみたいですよね。でもうどうしようもなくなって、スティーブン・キングは自分のフェイスブック閉鎖したっていうことがあったわけですけれども、この騒動は絶対にアカデミー賞に影響を及ぼしていると思っちゃいますよね。あ、作品のクオリティだけでアカデミー賞って選んじゃダメなんだ、いろんな要素を加点していかなきゃいけないんだっていうことですよ。つまり最高に出来のいい1本が100点であって、そんなによろしくない作品が50点の作品があったとしても、この50点の作品には加点要素がすごくあって、合計で370点になったから、クオリティは低いけどこれが作品賞っていう風になるという賞なんですよ、アカデミー賞っていうのは。今残念ながらそういう賞になっているわけですね。少なくともそういう風に僕には見えるわけですね。そんな中で撮った韓国初、外国語映画初の作品賞、パラサイト半地下の家族
ですので、非常にこのアカデミー賞を取ったタイミングがかわいそうなタイミングだったなというふうに思いますね。もう例えば 5,6 年前に取っていれば、まあ 5,6 年前でももうそういった話は出てましたけど、ここまでではなかったんで、 5,6 年前に取っていれば結構純粋にわーすごいねってみんなに言われただろうし、もう10年後に取っていればそういった諸々のことが整理されて、それが当たり前、そういったいろんな要素を含めて票を投じるということが当たり前のアカデミー賞になるんで、もう10年遅かったらそれはそれで何も言われずにすごいねって言ってみんなから拍手されたんですけど、今この時期っていうのがね、アカデミー賞を取るタイミングとしては非常に最悪というか、かわいそうな時期に取っちゃったねというふうに僕は思いますね。作品の出来で取れたのか、それとも韓国だから取れたのかっていうのが判断がつかない時期に取っちゃったってことですね。それが非常に、まあ、残念というかかわいそうっていう感じがしますけど、まあでもね、アカデミー賞を取ったおかげでもう公開してだいぶ経ってるにもかかわらず、まだまだいっぱいお客さんも入ってるしね、すごいんじゃないかなというふうに思います。アカデミー賞の力はやっぱすごいなと思いますね。まあアカデミー賞自体は僕はもうあまりどうでもいいなっていうふうに思ってる賞ではあるんですけど、そういったね、いろんなめんどくさい要素が出てきちゃってるんでね、最近はね。まあでもよかったんじゃないですか、アカデミー賞取ってね。外国語初ですからね、英語以外初ですからね、フランス語もイタリア語もスペイン語も中国語も日本語も取ってないわけですからね。まあすごいことをやったなと思います、この何でしたっけ、ポン・ジュノ監督、やったねって感じですね。まあそんなパラサイト半地下の家族について、まあちらっと僕の見てきた感想というか、そういったものをおしゃべりしたいと思います。それでは、前置きが長くなっちゃいましたけど、まあそんなに長くならないと思いますんで、ただ感想言うだけなんでね、この後も聞いてください、よろしくお願いします。ということで、パラサイト半地下の家族なんですけれども、まあなんというか普通に面白かったっていう感じですね。可もなく不可もなくというか、まあ普通に面白かったかなっていう感じでしたね。まあ正直言って映画始まって前半はちょっと眠くなりそうになったりはしたんですけど、このだん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 お金持ちのお家にこう何騙して入っていくまでの過程は展開としてもそんなに面白くなかったし、物語的にも淡々として動いていくし、ドラマチックな感じも特にないんでね、眠くなってきた感じはありました。ただ後半、前の家政婦さんの旦那が地下に住んでいたっていうあの辺りからは、面白くなってきた感じがありましたよね。まあ、あの元家政婦の旦那が金持ちの家の地下に黙って住んでいたっていうところは結構衝撃的というか面白い展開だなとは思いましたけど、まあ多少出落ち感があるというかねそんな感じもあって、その後またコメディに戻っていってっていう感じがね、あったわけですけど、どうでしょうね。まあなんとなくネット情報ってのをやっぱ見ちゃうわけじゃないですか、こんだけ公開してだいぶ経ってるとね。そうするとネット情報だと最初はコメディだと思っていたけど後半シリアス展開になってびっくりしたとかありましたけど、そんなに後半もシリアス展開っていう感じもなく、後半は後半でそういうコメディかなっていう感じもあったんで、そういうネット情報ってのはあんまり入りすぎて見ちゃったからっていうのもあるかもしれませんけど、まあ多少予想通りというかそういったところもあったし、物語の非常に大きな転換として大雨のシーンが出てくるわけじゃないですか。この大雨のシーンによってこの何貧乏人たちは非常につらい、そしてお金持ちたちはそんなことがあっても裕福みたいな、そういったところがあったりとかしたわけですけれども、ちょっと急展開でびっくりしたかなっていう感じはありましたね。まあキーワードとしてこの何貧乏人の匂いっていうのが出てきて、おそらくこれは
貧乏人はどんなに頑張ってお金を持っても貧乏人は貧乏人みたいな、そういった格差社会っていうかね、もうどうしようもないんだみたいな、こっからお金持ちになって頑張ったとしても俺たちはあそこには行けないみたいな、そういったことを言っているのかなっていう感じもしますけど、どうだったですかね。まあ普通に面白かったですけど、普通に面白かったっていう感じなんですよね、僕の感想としては。まあどこの国にも格差っていうのはあるし、やっぱ現代的な格差社会だなって思うのはね、半地下っていうのは多分相当苦しい生活をしている人たちなんだけど、スマホは持ってるとか、そういったところがね、非常に現代的な感じだなっていう感じもしますよね。最近のこの何底辺の暮らしっていうのは昔の底辺に比べると全然違うんですよね。例えばあのよくあったアラブの春とかさ、あったじゃないですかね。すごく苦しい生活をしていたアラブ諸国のみんなが自由を求めて、移民していったっていうあの事件、最近ありましたよね。まあ今もその延長線はあるわけですけれども、その時もみんなスマホで情報発信してんですよね。ツイッターとかフェイスブックとかそういうのを使って、そういった時代なんですよね今ってね。やっぱその辺がちゃんと書かれていて面白かったなっていう感じはありますね。そんなやついねえだろ、そこまではやりすぎでしょっていう貧乏人ではない、等身大の貧乏人みたいなね、そういったのが書かれていて良かったんじゃないかなというふうに思いますね。ただ長かったですね、映画が。これ何分あるんでしたっけ。あ、132分。あ、そんなもん。あ、そうですか、もっと長く感じちゃったな。最初前半がいまいち僕にはハマってこなかったからかもしれないですね。でこの後半っていうか、あの家政婦、元家政婦とのやり取りが始まってからは結構面白かったんですけど、ただその後も結構、例えばラストとかは非常に長く感じて、もうちょっとパパッと終わらせればいいのになっていうのは感じたりはしましたな。まあ全体的にちょっと冗長な部分が多かったなっていう感じはしますね。ただやっぱこの映像の撮り方とかそういったのはやっぱ最近の韓国映画ちゃんと勉強してるんだろうなっていう感じの、あんま余計なことをせずにしっかりと必要なものを見せてるというかね、そういったところがちゃんとできていて、なんていうかな、そういうところでイライラしたりとか、そういったことはなかったですね。正直今の日本映画は映像の撮り方が下手なんで、画面を見てるだけでちょっとイライラするんですよね。なんでそういうカメラワークにしたのとか、なんでそういう風に撮ったのっていう風に思っちゃうところがあるんですけど、そういったところはなかったんで非常にね、良かったんじゃないかなというふうに思いますね。でラスト夢落ちにしてましたよね。まあご都合主義的な展開がどんどん続いて、お金持ち、僕はお金持ちになった、そしてあの家を買ったみたいなね、そういった感じでっていうことを僕は頑張りたいと思いますみたいなノートに書いて終わるっていう夢落ちだったわけですけど、この夢落ちにしちゃうとどっからどこまでが夢だったのかっていう風にね、ちょっと気になっちゃうところがあるんで、映画全体の作りとしてそういう感じじゃなかったんで、例えば、まあ、よく似た映画で同時期にやったジョーカーがありましたけど、ジョーカーの場合は最初から最後までずっとなんだかわからないっていうのが続いていたんで、まあ良かったんですけど、この映画みたいにね、ラストだけ急に夢落ち感出されると、え、何だったのっていう風になっちゃいがちな気もするんですけどね。まあ何回も見てる人からすれば、いやそこはそうじゃなくてこうだっていうのがあるのかもしれませんけどですね。あとあの何、あのラストのところで頭を打って常に笑っちゃうようになっちゃったあの長男の子がいたんですけど、あのエピソードは何だったんでしょうね。最初だけでしたね、最初って何聞かれても笑っちゃうっていうのがあったけど、まあそのあたりからずっと多分妄想というか想像の人生を送っている感じになってるんですけど、あの笑っちゃうっていうのがどこにも生きてこないで、途中から普通に僕は成功してっていう夢のような展開になっていっちゃったんですけど、あの笑っちゃうっていうのは何の意味があったんでしょうね。コメディっていうことで特に意味はなくああいう風にしたのか、ちょっとよく分かんないところが多かったですね。
まあそんな感じですか。なかなか喋るのがなかなか難しい映画でしたけど、パラサイト。つまらなくないし、かといって大絶賛でもないし、普通に面白かった映画だったなっていうのが僕の感想でしたね。まあこの格差社会の底辺の人たちっていうのをコメディとして描いているっていうのが、良いとかね、そういったところが結構ネット上の意見にはあるわけですけれども、まあね、まあそういったことはあるんでしょうけど、この映画の作りとしてね。でこの前半コメディでやってるからこそ、後半のあのサスペンス要素というか、その辺がね生きてくるっていうのも、まあおそらくあるんだろうというふうに思いますね。そんな感じですか。まあアカデミー賞を取って、これでもうバンバンお金が入ってくるでしょうから、アカデミー賞を取ることって何がいいかっていうと、お金が入ってくることですからね。お金が入ってくればさらに次の映画でもっと大金をつぎ込めるっていう好循環が生まれてくるんでね、やったねっていうふうに思いますね。やっぱそうやってアカデミー賞自体には僕の中では何の権威もないんですけど、ただそういった賞を受賞することによって副産物がたくさん入ってくるんで、これからね、今までは予算の都合とかいろんなことでできなかったことができるようになってくるということもあるでしょうから、この後の作品が楽しみかなという感じがいたします。あと家庭教師の生徒役だった高校生の女の子は可愛かったですね。まあまだまだたくさん劇場には詰めかけていますんで、見てない方は、あ、これがアカデミー賞受賞作かと、初の外国語映画の作品賞かということを確認しに行くのもいいんじゃないでしょうかということです。ちょっと取り留めのない話になっちゃいましたけど、今回のパラサイト半地下の家族の新作レビューですね。なんでこんなに僕の話が取り留めもない感じになってしまったかというと、可もなく不可もなくな映画だと僕は思ったからでしょうね。そんな感じでした。もうだいぶ遅くなっちゃいましたけど、ちょっとね、年末年始僕インフルエンザにかかったりとかいろいろしてね、なかなか時間が取れなくなっちゃったんで、こんな時期になっちゃいましたけど、超話題作ですね、パラサイト、韓国映画パラサイト半地下の家族の新作レビューでした。ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録とかいいねボタンを押してもらったら嬉しいなというふうに思います。僕の動画、他にもいろいろと映画の動画がたくさんありますんで、そちらも見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、今回の新作映画レビュー、パラサイト半地下の家族でした。お聞きくださいましてありがとうございました。さようなら、バイバイ。日本映画もっと頑張れよ。バイバイ。